こんばんは。こんばんは。やほー。こんばんは。どうも。こちら、こんばんは。どうも。静かね。静か？どういうこと？入ってるよね、声。こんばんは。ドラちゃんさん、クマ、ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。キュロンキュロンまつげ。あ、今日マツパ行ってきた。お昼に入れてんの忘れててさ、お昼配信できなかった。お昼してないのよ。お昼、マツパってできなかった配信。いつもぐらいの時間。こんばんは。どうも。マツパ行ってきた。あんま伝んないかな、画面じゃん。今日行ってきた。こんばんは。一人で配信始められてすごい。いつも一人よ。いつも配信一人で始めてるじゃん。こんばんは、どうも。久しぶり感ある。確かに昨日の夜してないから。昨日のお昼ぶり。話やってないよ、今日。できなかった、ちょっと。時間なかった。マツパ行かなきゃいけなくて。こんばんは。祭りしてパーティーしたの？祭りしてパーティーどういうこと？なんで？祭りして？いつしたの？祭りしてパーティー。明日は美容院行く。え、美容院昨日行った。え、変わってない？昨日行った。うん、フラマさん、ハートのやつ。ありがとうございます。ありがとう。ヒロジさん、ファンレベル22。ありがとうございます。ありがとう。昨日見に行った。松葉予約制だね。予約しないといけない。予約しなくてもいけるのかな。私毎回予約してる。でも、お店入った瞬間に名前聞かれるから、予約しないとじゃないと無理なんじゃない？多分。病院との気づかない。病院じゃないよ。美容院ね。美容院。髪ちょっと、色落ちしてたから。え、染め直したんだけど。変わってない？嘘？え、変わってない？昨日行ったんだけどな、一応。美容院に。本名で訳するよ。なんで偽名で訳すの？なんでよ。カオパスじゃないよ。名前言って。あ、全部キャッチしちゃった。名前言うな。あ、とりあえず、あとの、誓いだけ。忘れちゃった。あとのやつ。ひなにゃんまるさんファンレベル20。ありがとうございます。ありがとう。ね。ショールームがある。あ、外出問題か。こんばんは。どうも。美容院コーソリしたの気づかない。美容院ね。美容院じゃない。髪暗く、色落ちしてたから、前回と一緒の色にしてもらったけど、色落ち してたからもう一回、前回と同じ色にして。こんばんは、たまん。あ、そう、赤系。前回も赤系だった。でも今回のがなんかちょっと濃く入ってるかも、赤が。赤っぽい気がする、前回より。ショールームだとあんまわかんないかもな。外出的に。こんばんは、どうも。まくりざしさん、ファンレベル15、ありがとうございます。ありがとう。ですね。マイク。大丈夫か。やっぱりだと思った。本当に？気づいた？こんばんは、どうも。平等院ないよ。行ってないよ。こんばんは、たまん。よいしょ。かいことは間違いない。黒髪仮面？どういうこと？黒髪仮面？どういうことですか？こんばんは。20時半からひなこのやつの YouTube 配信始まる？あ、ひなこ、アマテールの YouTube の。配信
うん。こんばんは。初山の方ありがとう。間違えて病院に髪切りに絶対間違えないでしょ。どう間違えたらそうなの。大阪はやっぱ遠いかもしれない。大阪どういうことどういうこと。保険ばあちゃん下まで。つか明日6月最後か。30日。早いな。早い。2度目の方もありがとう。こんばんは。行かないと。ひなこんだから。20時半からあ、もうすぐじゃん。あと8分。こんばんは。こんばんは。どもん。お疲れ様です。お疲れ様。どもん。よお風呂上がりになる？お風呂入ってきたの？じゃあ配信終わったら入ろう。今日何時までにしようかな、ショールーム。ショールームの後ツイッチしたいんだよね。どうしようかな。明後日から下半期。早いね。そっか。明日でさ、半年、今年、2024年って、半年経つってことだよね。早くない？エペか、エペする今日。バロナと練習してない結局まだ。しなきゃ早く。何時までにしようかな。どうしようかな。じゃあ、2時間やろうかな。22時15分ぐらいまでやって、で、どうしようかな。10時半からとか。にしようかな。ツイッチ。こんばんは、どうも。なんか、ファーストファンミーティング、指導生配信。あ、なんかあれか。なんちゃら学園みたいなやつか。ファンミーティング、指導生配信。それのやつね。普通にひなこのチャンネルでやるのかと思ってた。寿司やるの？寿司？寿司やんない。どういうこと？いやね、ツイッチね。ご飯食べた。さっき食べた。ポックンミョン食べた。こんばんは。今年ももう終わりね。めっちゃ早い。今年ももう終わり？じゃあね。うん。ねって言ったけどさ、ね、上半期っていうか意味かと思ってた。今年は、だいぶ気が早いな。こんばんは。10時半から25時半まで準備運動なきゃないでしょ。前回結構調子良くなかった。だいぶ準備良かったし。マリスク学園違うでしょ。あ、そう、プロジェクト学園、それだ。なんちゃら。いや、わかんないよ、だって。自分出てないし、わかんないよ。あ、つもの方ありがとう。こんばんは。でも、恋の初見バッジ、来月も取りたい。初見じゃないのよ、それ。違うんだよ。恋にしてない。初見じゃない。いら、こんばんは。たまん。前回たまん、本当のたまんではない。どういう意味ですか、それは。全部です。こんばんは。たまん。今日も漏れるといいな、エペ。RP。早くブロンズ抜けたいわ。こんばんは。のりじいさん、100回目の方もありがとうございます。ありがとう。いつも。そう、松葉行ってきた。ちょっとあるかわかんないけど。松葉いた。今日。シルバー行きたいけど。でもまだ、どうだっけな、ランク。私の今のランク。ね。ポックミョンかわいい？ポックミョンがかわいいの？祭りパーティーっての？祭りパーティーって何？祭りパーティーって何？どんなパーティーなの？お祭りに行ったってこと？いや、お祭りあったの？知らないよ。お祭り行きたいな、でも今年は。お祭り。ちょ、今ランク見てみよう。どこだっけな？シルバーじゃない。ブロンズ3とかだっけ？ 1 個しか上がってない気がする。どこだっけなぁ。3か。で、あと、あと、100
153。あげれるね。いけるわ。ブロンズマイナスがないからさ。すぐあげれる。きっと。よ、ツイッチする。ショールーム2時間ぐらいで、その後に、ツイッチしようかなと思ってる。まだルーキーの方、ルーキーはもう無理よ。アカウント作り直さないといけない、ルーキー。あ、まあまあ、たもーん。たもたもーん。ギョンシーさんファンレベル20、ありがとうございます。ありがとう。2度目の方もありがとう。こんばんはー。お疲れ様です。お疲れ様。マツパ祭りパーティー、あ、そういうこと、あ、そういう。わかりづらいよ。確かに、マツパ行ったって言ってたけど、祭りパーティー、どんな略だよ、マツは。祭りパーティー。どんなパーティーなんだよ、それは。そういう意味か。わかんなかったよ。鈍いぞ、わかりづらいよ。むずいよ。そういうことね。マツパ、祭りパーティーか。何言ってんだと思ってた。なんだそれと思ってた。こんばんは、どうも。お察しください。気づけなかったわ。ごめんごめん。こんばんは、どうも。こんばんは。よいしょ。今日さ、百均行ってさ、なんか、熊の形のさ、氷なんか、作るやつがあって、シリコンのさ、なんか、型で。それ買ってみた。うまくいける、できるかな？さっき水入れたばっかだからさ、まだできてないけど、明日ぐらいかな。明日の朝、ちょっと見てみよう。でもさ、一個売りでさ、何個か入ってたやつだけど、一個しかないから、うまくできたらもう何個か買ってこようかな。コップに熊の氷入れてさ、飲みたいじゃん。だから、何個か買ってこようかな。うまくできたら。なんか、コーヒーをさ、その、型に入れて、で、なんか、で、そのコーヒーの氷をコップに入れて、牛乳入れて、カフェオレみたいな、してもいいし。とりあえず水でやってみた。とりあえず。あ、できたら見せるよ。どうまくいこうかね。使い捨てじゃない。違う違う。シリコンの型だから、洗ったら全然何回も使えるやつ。破れるまでその、シリコン。なかなか破れないだろうけど。シリコンの型。こんばんは。キラ100どうぞ。ありがとう。ありがとう。ありがとうな。こんばんは。なんかカフェオレ、おしゃれなカフェオレできるみたいだから。その氷が、その、水の、普通の氷がさ、うまくいったら、コーヒーでも作ってみようかな。そう。クマの形のやつ。牛乳とかカルピスを凍らせて、白クマさんにして、白クマカルピス？カルピスないや。牛乳あるけど、コーヒーだよ。コーヒーで、牛乳かけて飲みたい。カフェオレ。二度目の方ありがとう。こんばんは。コップの中でクマが溺れてるみたいにならない。なるかな？氷だから浮くでしょ、きっと。クマがなんか浮かんでるみたいな。可愛いんじゃない？コーラ凍らせたら熊の、あ、確かに。コーラだったら。コーラの氷ってどんな感じになるんだ？炭酸。前で初めて餃子作って食べた。え、餃子手作り？すごいね。餃子手作り大変じゃない？したことないな、私。大変だよね、絶対。二度目の方、ありがとう。こんばんは。絶対それは味薄い？何や？コーラ？から薄くなる？こんばんは、どうも。二度目の方ありがとう。どうもー。こんばんは。
山の氷をボリボリかじる巨人巨波動。確かに食わから見たら巨人かもしれない。氷かじんないだよ。これは、かじんない。楽しみにちょっとさ、今作ってるから、レッドコ入れて。固まるの。どんぐらいかかるかな、時間。氷ってどのぐらいかかるんだろう、作るのに。半日ぐらい。ぐらいかかる。半日ぐらいかな。楽しみだわ。さっき入れたばっかだから。まだ、できてない。あんまり、氷作んないんだけど。たまーに。最近、たまーに水飲むときに氷入れる。こんばんは、どうも。あし、久しぶりに見れた？ありがとう、来てくれた。たぶんの方の氷。私の形の氷？どんな氷？どんなんですか？氷的に楽しみしてる。トモさん可愛すぎる。え、楽しみでしょ？ちょっと初めてさ、なんか型？熊の形の普通のさ、なんていう普通の形じゃない氷を家で作るかい？ちょっと楽しみよ。うまくできるのかな？コーラ凍らせたらコーラ？ダジャレ。もう一回いるなぁ、誰か一人は。ダジャレが。5時間4分なんでそんな刻むの?5時間4分ぐらい?5時間じゃダメなのそれ。刻むなぁ。なんで5時間4分なのキャンズのサリオキャラクターズフェイスマスコットにゴキブリ追加されて、あ、今日ね、そう、キャンズに行ったの。100均。キャンズに行ってて。クマのやつ。買ってきたよ、ゴキブリ。昨日かな、なんか X かなんかで見た気がする。X かな？なんかで見て、買ってきた。そこにいる。よいしょ。あ、届かない。ゴキブリ。ちょっとタグ取ろう。よいしょ。1個220円。安い。よいしょ。これ、カギミョン。そのために、いや違う違う、なんかね、いろいろ日用品、100均で買おうと思って。そしたら、なんか氷のやつと、サンリオのさ、なんかいろいろ売ってるコーナーがあって、そこ行ったらカギミョンがいて。買った。あ、こうか。どっちだ、こうか。カギミョン。かわいい。めっちゃ綿詰まってるわ。めっちゃ綿詰まってる感じする。よくボールチェーンだからなんか、あれがいいな。なんていうの？なんかないかな。ないな、これ。ボールチェーンのやつしかないわ。全部。この子にもボールチェーンだ。ボールチェーンじゃなくてさ、たぶんなんか、どう言ったらいいんだ、あれ。ないな、ボールチェーンのものしかここ。ボールチェーンじゃなくってさ、なんか紐のやつ、なんて言ったらいいの？あっちの方がいいんだよね。ボールチェーンって外れちゃうからさ、なんか前さ、メイクポーチにいっぱいボールチェーンのさ、やつ、キーホルダー？ラバーストラップとかいっぱいつけてたんだけど、なんか、たまに急に外れちゃうことあるって。なんか、付け替えたいな、ここだけ。買ってくればよかった、一緒に。ぐるってやるやつ。あ、そうそうそう。そう、ぐるってやるやつ。紐のタイプの。それに付け替えたいわ。かわいい。白だからな。どうしよう。何につけよう。買ったけど。何につけよう。何を考えるか、ちょっと。白。なんか紐のやつにしたら、携帯のここにつけれるかな？ここにさ、なんか、つけれそうなところがある。ボールチェーンだったらちょっと、つかないけど。またキャンドゥ行ってこよ。またキャンドゥ行って、予備も買ってこよ。白いからさ、汚れちゃう。予備買ってきて、汚れてもショックじゃないようにしとこ。あと、ボールチェーンじゃなくて、紐のやつね。
買ってこよう。こんばんは、どうも。振り回すから？そんな振り回してないよ。なんか急に外れたりしてた。なんかリュックの中にしまって、で、メイクしようと思ってリュックから出そうとしたら、ボールチェーン全部外れてるみたいな。だから、ボールチェーンじゃなくて、紐のテープが今。ラーメンのスープかかってればいい。確かに、ラーメン屋さん行くとき気をつけないと、机の上に出さないようにしなきゃ。お疲れ様です、お疲れ様。セリアでキーホルダーとかチェーンの別物とか売ってた？ちょっとね、100円あるよね、どこでも。でもまあ、でもまた行かなきゃ。これ1個しか買ってないから。他のキャラクターもいっぱいあった。コロコロクリリンも可愛かった。買ってこようかな。220円。安い。安いから。こんばんは、どうも。いい作戦。買ってくるわ。また行かなきゃだな、キャンドル。こんばんは。いずれ汚れたやつください。あげません。あげません。よいしょ。よいしょ。サンリオショップ昨日行った。美容院前に行った。向こうに置いてるわ。向こうの方に。近くいない。取ってこようかな。ちょっと待って。取ってくるわ。待ってて。トイレ行ってきていい？待ってて。買ったやつと、買ったやつとあと、あれだ、スマイルでさ、交換したのもの。それを持ってくるわ。買ったやつと交換したやつ、スマイルで。カゴと交換したミニカゴみたいなやつと。持ってくるわ、待ってて。あとテレ行ってくる。こういうの置いていくね。よいしょ。よいしょ。行ってきまーす。ただいまー。よいしょ。ただいまー。よいしょ。持ってきたよ、昨日のやつ。ネッシュ置いてるもの、あ、これあ、ヨガマットだよ。ヨガマットと、下の青いやつは、なんか、なんだっけ、筋膜ローラーみたいな、に、の中にヨガマット入れてて、刺してて、で、その上にね、
ネッシーさん、床に置いちゃうとさ、見えないから。ちょうどいいところに置く場所があったから。ここです。こんばんは、とも。よいしょ。うん、フォローありがとう。ありがとうございます。買ってきたやつ。まずあれ見せろ。スマイルで交換したやつ。よいしょ。なんか、キティちゃんのシールと交換するか迷ったんだけど、1800スマイルあってさ、800ぐらいだ。800かな。か、600ぐらいが執行予定だったの。今月末で。だから、交換してきた。1500スマイルぐらいの。ミニカゴ。飛んできそうだな。扇風機で。ちょっと。ミニカゴ。かわいい。ミニカゴ。ちょっとちっちゃめのカゴ。これ買って。これと交換した。買ったんじゃないわ。シナモン。こっち、シナモンで。で、こっちが。合ってるよね、ピント。キティちゃん。あ、ピントあった。キティちゃん。かわいい、ハートになってて。ここが。面もハート。かわいい。これ。これに交換した。かわいいカゴ。めっちゃちっちゃいけど、なんか小物入れにしようかな。で、買ったやつは、なんかさ、コヒミュンのさ、そのキャラクター大賞の時のグッズ？何があったっけな？しゃべサンリオ、キャラクター大賞の時に出た。グッズを買おうと思ってて。どこに置いてるんだ。グッズ。いつ、どこに入ったかな。これじゃないか。間違えた。グッズ。なんだっけな。これだ。ロゴ刺繍タグキーホルダー。これ買おうと思ってたんだけど、もうなくって。私が行った店舗だけなかったのかな。ロゴめちゃ可愛かったから欲しかったんだけどな。なかったんだよ。あ、そう、それか。それ買おうと思って、あとなんかあったっけ。第1弾。第2弾ってなんだっけ。このロゴ刺繍キーホルダーめっちゃ可愛いんだよ。キャラクターの名前と、キャラクターのチャームがついてるんだけど。可愛くて、これ買うと思ってたのにな。第2弾は？あ、第2弾、ぬいぐるみのバッグと、レース型ポーチか。第1弾のやつ買おうと思ってたけど、なくって。私がいた店舗。ちょ、もう一回違うとこ行ってみようと思ってる。それ欲しいから。でも、なんだっけ。あれは変えた。シークレットミニフォトアルバムキーホルダーってやつ。これ。これ、小気味を入れるやつやったんだけど。タキシードサム。シードちゃん。でもこれも可愛い。コヒメンじゃなかったら、そうだな。私のやつの方だったら、ん？こっちか。コヒメンじゃなかったら、なんだっけこれ。画像拡大できないのね。タキシードサムか、ミミィちゃん、ハローミミィちゃん。か、なんだっけ。なんてもだっけこれ。なんちゃら&ジミーみたいな。ちょ、読み方がわかんない。なんだったっけこの名前。キャラクター検索。デビューとして言った方があれか。あ、パティ&ジミー。これ。
にしようかって思ってたんだけど、何が出るか分かんないですね、これ。なんかこうやっててさ、なんか写真入れられるやつ、何入れようかな。このぐらいのサイズのプリクラ、プリクラ何入れようかな。とりあえず買ってみた。かわいくない。なんかちっちゃまだな。私もかわいいから買った。何使うかは何も考えずに、なんかこの素材感じがなんかかわいい。わかる、伝わるかな。なんかこのなんかつるつるしてるこのこの感じがなんか懐かしい感じの平成って感じがする。ピントが合わないね。でこんなピント合わないんだろう。ピントが逆か。キシートさん上も可愛いのよ。でもか可愛くって買った。これ履歴書に貼る証明写真、私の、いや、いらないよ今この中に。なんかちっちゃいシールとか入っても可愛いね。これシール入れるにはとりあえずどれかな。なんか可愛い。これそう、ランダムなのよ。コギミョン狙いだったけど、サムカも可愛い。水色。こんばんは。一万円札折りたたんで入れて、えぐいグッズにしよう、これ。これ、このサイズに？だいぶちっちゃいよ。だいぶちっちゃい、これ。結構ちっちゃいけどな。このサイズ感。そんな大きくない、これ。4歳のめっ子と同じやつ買ってる。可愛くないこれ。めっちゃ可愛い。これ可愛くて買った。水色だらけだな。ちょうどサイズん、ちょうどサイズがいい感じだ。入れとこうかな。この中ケースにしまう。袋に直そう。こんばんは。どうも。プリクラサイズ。プリクラぐらいのサイズ。結構ちっちゃめ。こんばんは。20個離れてる。20個も離れてないわ。私のことなぜだと思ってんだよ。24じゃないから。ここに何入れようかな。とりあえずこれにしたけど何にも決めてない。どうしようかな。とりあえずこれします。24歳じゃないのよ。違う、21ですから。初めて来た人勘違いするでしょ。これもらった後、クロミちゃんのなんかさ、サンリオで買いましたらおまけがもらえるんだけど、あの店舗に行って買ったら、これはね、なんか写真立てみたいなやつ。クロミちゃんの見える。クロミちゃんピントちっちゃすぎてピントが合わない。あー合わない、無理だな。クロミちゃん、あと、急に。クロミちゃん、めっちゃ可愛い。店ごとに違ったりする。なんか、あと時期、変わるから、同じお店でも、その時によってさ、もらえるもの変わるから。今はこれ。と、何があったかな。キティちゃんと、シナモンと、クロミちゃんのやつで、ポチャコはね、なんか違うやつがあった気がするな。4キャラって。この時は違う。アミソーさん、ファンレベル18。ありがとうございます。ありがとう。ね、初音の方もありがとう。こんばんは。これどこ置こう。こっち置いたか。よいしょ。
駄菓子屋さん行くのに最適いや、結構ちっちゃいでもあれ。結構ちっちゃい。まあまあ、どん。タムの生写真立て思ってません。待ってない生写真立て。なんだぜ。初見です。24歳には見えないですね。初見じゃないじゃん。24歳でもないし。全部違うよ。こんばんは、どうもよいしょ。久しぶりにさ、だから昨日、誕生ショップ行けて嬉しかった。だいぶ減った、スマイルが。今ね、スマイル。スマイルね。昨日、だいぶ使ったから、まあ、322ですね。322。またサンリオショップ行こう。買い物に。いや。天気大丈夫だった？いや、雨だったよ。普通に傘さして行ったよ。うん。昨日ね。予約しちゃったから、病院。行ったけど。よいしょ。あつむの方ありがとう。こんばんは。こんばんは。やっほーい。やっほーい。たぶん本当に24歳でも綺麗になりません。いや、21なのよ。24じゃない。違う。あの籠に札束入ってたらお客さんドン引きさせられる？やばいよ。私もドン引きだよ。スマイル減って部長さんなんだ。どういうこと？なんでよ。屋台のスーパーボールすくい最適？カゴ？そんな、スーパーボールすくいやんない。やんないやんない。雨なのにそう出かけましたよ。めっちゃ濡れたよ。こんばんは、どうも。こんばんは。どうも。カラオケしようかな。サンリオショップでポップコーン買ってみた。ポップコーン、いや、なかった。行ったところなかったのか。キティちゃんのやつでしょ。髪は派手髪したことありますか？一回ピンクしてたかな。結構明るめのしてた。赤っぽいピンクっぽい感じ。今もちょっと赤っぽい感じだけど、今の髪色も。他にもサンリオグッズ買ってない。昨日買ったのに1個だけ。1個しか買ってない。欲しいのがさ、売ってなかったから。こんばんは、どうも。昨日めちゃ雨降ってた。雨あるね。久々に早口、久々に早口言葉。早口言葉にする？傘壊れなかった。そんな風強かった昨日。雨めっちゃ降ってたぐらいじゃない。じゃあ早口言葉よかな。
生麦、生米、生卵。生麦、生米、生卵。イエーイ。カエルぴょこぴょこ、ぴょこぴょこ。合わせてぴょこぴょこもぴょこぴょこ。イエーイ。スモーモンも桃のうち。モモスモンも桃のうち。イエーイ。にゃんここにゃんこ孫にゃんこ、ごまごひまごにひひまごにゃんこ、イエーイ。二度目の方ありがとう、こんばんは。シンコイエーイ。初音の方もありがとう、こんばんは。なあ麦生ごめ生卵、なあ麦生ごめ生卵、イエーイ。まだ簡単、最初のうちは。ガールぴょこぴょこめぴょこぴょこ、アイスぴょこぴょこめぴょこぴょこ、イエーイ。スモーモンも桃のうち、モモスモンも桃のうち、イエーイ。この釘抜けだと引き抜きにくい、あの釘抜きでも引き抜きにくい、イエーイ。なあ麦生米生卵、なあ麦生米生卵、イエーイ。カエルぴょこぴょこめぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこめぴょこぴょこ、イエーイ。なんか口は、もうこれ慣れた。スモーモーも桃のうち、モースモーモーのうち、イエーイ。これが一番むずい。隣の竹垣竹立てかけた、向こうの竹垣竹立てかけた、イエーイ。一番むずいでもこれ。初音の方、二度目の方ありがとう、こんばんは。どうも竹垣ですね。隣の竹垣竹立てかけた、むずいね一応。生麦生米生卵、生麦生米生卵、イエーイ。忘れてたコーラス。カエルぴょこぴょこめぴょこぴょこ、合わせてぴょこ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 、イエーイ。イエーイ。スモー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 のうち、モースモー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 のうち、イエーイ。ふなかなか鳴かないカラスが鳴いた、鳴くのはカラスの勝手でしょ、イエーイ。難しいなぁ。どうもどうも、ありがとうございました。よかったよかった、ノーミス。初音の方、二度目の方ありがとう、こんばんは。どうもまちまちありがとう。いいよ、はい、とまちまちありがとうな、ありがとうございます。もうこの早口言葉は言えるよ、言えろ、ここに入ってるやつ。こんばんは、たまこんばんは。難しいな。難しいな。こんばんは、たまん。気抜きにくい。にくい漢字違いな。こんばんは。初音の方ありがとう。九割五分？え？九割五分？何？なによ。うん。こちら、こんばんは。どうも。
ばんこんばんは。だまーん。こんばんは。よいしょ。こんばんは、とも。やっぱ昨日ガチャガチャもした。久しぶりに。なんか、サンリオのやつ。またサンリオの、ティッシュケースかな？ティッシュケースにも、なんかポーチにもなるみたいな。ガチャガチャと、あとなんか、あ、これマリーカートの、この、これはでかい鏡？普通のか、でかい、普通のサイズの鏡なんだけど、これのミニチュアサイズのやつがあって、それのガチャガチャした。どこいたっけな？カバンの中かな？ちょっと、今ここ、ここないんだけど。ガッチャガチャそれあれじゃん。ガッチャ、なんだっけあれ。なんだっけ。なんだっけ、続きギャグだっけ。続きギャグ？続きガッチャガチャのやつ。そんなじゃなかったっけ。なんだっけ。知ってる人いるかな。あつおの方、二度目の方、ありがとう。こんばんは。何が出たの？鏡のやつは、何種類あったかな？ 5 種類？ 5 種類もなかったっけな。白、黒、ピンク、ミントグリーン。ちょっと見てみるか。なんだっけな。何があったっけな。マリわ、こわ、肉はガチャガチャ、これだ。5種類、あと紫だ。紫で、これミントグレーみたいな、ミントかな、わかんないけど、なんかその色が欲しかったんだけど出なくて、白が出た。白だった。私のやつで、サンリオのティッシュケースみたいなやつは、ポチャッコだった。それはね、キティちゃんとポチャッコ狙いだったから、ポチャッコでも嬉しかった。二度目の方ありがとう、こんばんは。そう、ミントグリーンさ、めっちゃ好きだから、この色を出したかったんだけど、白出た。まあ、いいや、白でも。白でもいいや。めっちゃなんか、ちょうどいい。なんか薄くてさ、鏡のやつ。持ち運びしやすそうです。だから、欲しくて。回した。リップの持ち歩くメイクポーチに入れてる。持ち歩き用。白がよく出る？嘘？なんで？白、そんなよく出てるっけ？こんばんは、どうも。二度目の方ありがとう。サムのグッズのガチャは、今期か。販売開始間に合いますか？私のグッズのガチャ？ないよ。ないよ。こんばんは。二度目の方もありがとう。こんばんは、どうも。それ買っちゃう？懐かしいな。それ買っちゃう？ほんまごめんやで。ひやこから教えてもらったやつ。こんばんは。どうも。昨日コメントした地元の行列のできるうどん屋さん、ゴーメンが有名なんだって。ゴーメン？なにそれ？何ゴーメンって。初めて聞くやつなの。しいたけ。懐かしい。懐かしいな。よいしょ。
ラーメンはラーメンみたいな音。ラーメンみたいな音？細いってこと？ん？違うか？うどん自体がラーメンみたいじゃなくて。なんだそれ。よいしょ。うん。懐かしいひなのの生誕。楽しかったな。またそろそろ4人でな。4人で、ご飯行きたいな。最近会ってないよ。ひなのの、ワンマンって言うんだっけ？ワンマンコンサート以来。会ってないよ。昨日の外食したそう夜ご飯食べてきた。もう遅くなってお腹空きすぎてたから。それガチャって島根で入ってる。違う、なんか TikTok で入ってたらしくて。なんかはそれでした。あ、うどんよりは細い？細い麺なんだ。4ヶ月しか経ってないたけ。なんだそれ。ないたけ。なんかもう4ヶ月前、早いよ。全然まだ。だからもう一回。あ、違うの食べたのね。もう一回行かないとじゃん。椎茸パーティーはいいかな。冷やしマクドナルド。やだよ、冷やしマクドナルド。やだよー。あたかいマクドナルド食べさせてよ。冷たいやつより。なんかもう最近行ってないやん。ハードスケジュールだったと予定詰め込みすぎちゃったけど、買い物して病院行ってってしてたら遅くなっちゃった。遅くなって夜ご飯食べて帰ってきた。なんか好きすぎて。いいじゃん。何食べたかな。夜道はゆっくり、確かにね。明日はやったけど。辛くてごめん。辛くてごめん。気になっちゃうよね、ごめん。ごめん。あれ、いらない？あれ、いらないら、そろそろまた歌って。終わりたくなるし。どういうこと？ん？あれいらないら。どういうこと？あれいらないら。大丈夫か？マジの前の？あ、髪の色少し変えたってか、色落ちしてたから、もう一回同じ色に染めてもらった。2ヶ月ぐらい行ってなかったから。もう一回同じ色に染めてもらいました。でも前回よりちょっとだけ赤、濃く入ってるかも。なんでかわかんないけど。こんばんはー、どうもゆるすぎて捨てら、結果3位になっちゃった。あ、でも、まあ、3位に入ってたらまあいいかな。あ、ランキング見ようとしたのに、配信完了しちゃった。違う。ランキング。まあ、3位では入れそうだね。このままいけば。来月はちょっともうちょい、ランクアップ目指せるように。初訪問の方ありがとう。メリキューさんファンレベル20ありがとうございます。ありがとう。君 200%？ 200% と可愛くてごめん。どっちにしようかなー。こんばんは、あんたも。2位の方って、あの人のお姉さん。あの人？どの人？どの人？
松本の方ありがとう、こんばんは。何しようかな。あくてごめんか。なんだっけ。君 100%? どっちにする？ひなこ、あ、ひなこ？あ、いや、選手、全然違うし。違うって。あ、確かに、きひら。なんちゃら選手みたいな方いたよね。名字が一緒。あ、そうなの？え、ほんとに？姉妹なの？そうなの？うん。うん。眠たまにする？ねえねえ、眠眠？ほんと、え、めちゃ、すごいじゃん。あ、そうなんだね。知らなかったわ。すご。チュッタ応戦する？あるためにシュッタと帰って、ギュートン投げる7月あります。そんなことしないですよ。そんなことしないよ。何しようかな。君 100% しかな。多分お姉さん、まあまあね、長女だからな。君 100%。君が出してる力は本当、君の本気のナンパ。あー、扇風機が、ちょっと髪入るからずらそうとしたらめっちゃ動いた。ありがとうっていう気持ちと、ごめんなさいっていう気持ちはちゃんと伝えた方がいいよね。僕の気持ちの 100% 届け届け君に、そんな気持ちの何パーセントも練習が足りないけど、僕の気持ちの 100% 届け届け君に、いつも変わらず元気でみんな笑顔になれ。あー、出ない。プチニーさんファンレベル20、ありがとうございます。ありがとう。こんばんは、とも。君が出してる力は本当、君の本気の何パーセント、いつも全力 100%、 それは疲れちゃうけど、今だぞっていうこの時照れちゃうけどね、言わなきゃちゃんと伝わるって信じたらきっと素直になれるよ。明日から本気出すから、ねむねむぐっすりしてからの方がいい。僕の気持ちの 100% 届け届け君に。高いよ。やだ、決まりた。いつも変わらず元気でみんな笑顔になれるよ。ねえ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 、高いです。あつもの方ありがとう。寝起き寝起きする。いや、寝起きじゃないよ。めちゃくちゃ起きてたよさっき。気持ちの 100% 届け届け君に、そんな気持ちの何パーセントも練習が足りないけど、僕の気持ちの 100% 届け届け君に、いつも変わらず元気でみんな笑顔になれるよ。ふぅ、やーい。こんばんは、だもん。
高い声出そうとしてるタブキヒカ。ほんとかよ。ほんとかよ。パチパチありがとう。ありがとうございます。ありがとう。うん。こんばんは。どうも。頑張った。あいつな、キャッターや、超えてない。鬼側ありがとう。よいしょ。なんか赤くなってる、ここ。なんでだろう。赤くなっちゃう。赤かったらまだ24歳で通じる？いや、21なのよ。まだって。まだって、まだって何よ。髪サラサラ？昨日病院行ったのよ。昨日トリートメントしてもらったからサラサラだった。4歳それ若くなりすぎだ。14歳でも通じる。中2？きついや。ちょっときついよ。14は無理だよ。14は無理よ。マイナス4歳。マイナス4? どこだ？マイナス4歳。マイナス 4? キューティクル。キューティクル。どこだ？ 4 いってきたね。いい感じ。で、ウルフなくした。そういえば。ここのやつ。まだ若干残ってるけど。前に持ってくれば。こっち違う。これこっち。ここか、ウルフの。残り。だいぶ伸びた。顎下まで。これ伸ばし。これも。お。前みたいに戻した。流す。長いか。違う。見てたら分かんなかったね。ほんとはあなたさ、21だよ。知ってるでしょ？知ってるくせに。24でも4歳でも14でもないよ。かわいい23。間違えた？間違えてないよ。合ってるんだよ。合ってる。天使かわりありがとうね。ありがとうございます。以上。じゃあ扇風機の位置、今のうちに置いとこう。顔に当たってさ、めちゃくちゃ髪の毛が。歌ってたら口に入ってきちゃう。ちょっと向きをずらしとこう。これか。23も24歳も大して変わらない。いや、変わる。変わるからな。変わるからな、私にとっては。配信何時まで？ショールームは22時まで？ん？じゃあ22時15分ぐらいまで。2時間ぐらいやって。で、ツイッチをその後やるつもりです。12時半ぐらいまでしようかな、今日は。10時半ぐらいからするつもり。準備的次第やろうかなみたいな感じです。ドリップ取れちゃった。最初に水飲む、塗る前にね。うん、ペンギンさん、ファンレベル15ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。どうも。よいしょ。やっぱきなって多分爽やかな風を送りたい。爽やかな風見てくれる。スイッチ配信めっちゃ楽しみ。
今日もエペしますかも。なんかあげなきゃ、ちょっと。今回こそは、ちょっといっぱいやるわ、なんか。今回こそ、なんか言ってるけど。今回は、やります。オッケー。ニシこんばんは。ニシ見えてた、さっき見えてました。いつも隠れがちだからな、私で。ニシが、傾きニシがいる。ツイッチャー、ついに夜間警備。夜間警備まだよ。まだだって足りてない。今今日方も446人。あ、あと1人で先月じゃん。ちょっと あと2人ぐらい増えないかな。今日僕も他力本願話もらえるから仲間次第。まあそうじゃない、ソロでやってたら仲間との相性大事だよ。ヨーロッパでやりたいけどな。マサトさん、ファンレベル16、ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。どうも。スイッチ発信まで持つかな。持たなかったらアーカイブ載せるから、それで見てください。アーカイブちょ、この前まで載せてないから、ちゃんと載せますね、一気に。こんばんは。マカラの視聴者プレゼントどうなった。そんなのそもそもないですよ。そもそもない。ないです。こんばんは、どうも。見切れねえし。たまに見るね、こう頭が。やっぱり。ねしです。でかにし。前々回のエペが引用されようとしてる。ちゃん載せますよ。めちゃくちゃ、調子悪かったですね。時は多かったな。でも前回が調子良かったから、あ、でも前回、まあ、スプリット変わってるんだけどさ。まあ、いいか。なんか歌おうかな。何がいいと思う？何歌おうかな。なんて？なんて書いてある？駅って読むのかで、これ。なんて読むの？なんて？マカロニ鉛筆シリーズでいい。マカロニ鉛筆シリーズじゃないのよ。あの、一個しか歌えないのよ。マカやな。シリーズじゃないのよ。違うんですよ。違う子のねるねるねるね味、チープなぶどうアイスクリーム、ぶどうアイスクリームの味、チープ、チープ、チープってどういう感じ？どういうこと？今日さ、スーパー寄ったの、その松葉の帰りとかに。帰りとかじゃない、帰りに。帰りとかって帰りに。寄ったんだけどさ、なくって。そもそも、あの、ヨーロピアン修学校がなかった、そもそも。行ったスーパー。買えなかったです。うん。今日方も447人。ホリエモンさん、初めてありがとうございます。ありがとう。あいたね。ありがとうございます。先月と並んだ、あと一人で超えれる。ふながヒューズ構成からカタリスト構成に変えた。あ、そうなの？やばい、見てなさすぎるわ。今回。こんばんは、どうも。あ、チープ、安っぽいってこと？安っぽいぶどうアイスクリームの味。どんな味？どんな味？イオンとイトヤカ堂にあった？ちょっとまた、見に行くか、スーパー。夜間警備、今日。無理よ、まだ。600じゃん。あと、100、何？ 153人？あと、こんばんは、どうも。先月はこいつね、あと1人。だから、明日もあるしね。
こんばんはー、たまん。アフターレイン。アフターレインします？はい、アフターレイン。スーパー。英語にしたらさ、一概意味になっちゃうよ。ヨーロピアン志賀コン食べた方が美味しい。嘘。気になるじゃん。グランツさんにどい。気になるじゃん。ちょっと、今度探せよ。アフターレイン。アフターレイン。私分かるか、自分が映ってないところ。エブロ。アフター。あ、びっくりした。歌詞全然見覚えがないやつだなと思ったら。あの、違う歌詞の方のやつだった。びっくりした。びっくりした。見覚えなさすぎてさ。あれ、こんなんだったっけと思った。あれ。ページが開かないよ。なんでだ？なんか急に。開かないんだけど。開かな？押しが出ない。あら？ああ、開いた開いた。わかるかな？二度目の方ありがとう。それ歌っていいや、わかんない。いや、初めて見る回すぎて、なんか2曲あったっけと思った、二人。びっくりした。全然知らない回しすぎて。月のしずくさん、ファンレベル17。ありがとうございます。ありがとう。二度目の方、あつまの方もありがとう。キー高いかも、確かに。高むか。こんばんは、どうも。気合いでいける？本当に？頭の方、二度目の方、ありがとう。お二人って誰の曲？さっき私が見たやつ？さっき私が見たやつ、これなんて読むんだろうな。ちょっと名前の読み方がわかんないんだよな。英語だ。あ、あの、残響参加の歌詞の方だ。これな、名前がちょっと、なんていうのかよくわかんないんだけどさ。残響参加を歌ってる方。このやつが出てきて。わかんなかった。初見です、初見。多いな、初見。みんな違うし。これなんていうのこの方。そう、そのやすさんが言ってる方が合ってるんだけど。読め方がわかんないんだよね。二度目の方ありがとう、こんばんは。残業参加残業参加ね。エメさん、あ、エメって読むのこれ。むずいね、英語。読めないよ。この方の歌えないよ。よし、なんか聞いたことない。わかんない。いや、それ出てきて。いや、二人で一番上に出てきたのを押したらさ、その方ので、あの、びっくりした。え、君の方かと思った。アイバージュライ。エミさん。むずい、英語。
こんばんは、だもん。エペじゃない。エペじゃない。わかるかな？もう一回とか、わかるとか言っちゃうか。そう。A メロがわかる。高いかな？出るかな？これ。残業3回とかの方がわかった。なんだよ、それ。こんばんは、だもん。同じ A だからいける？どこと？同じ A？ え、ね、あんま歌い出しもわかんないね。なんだっけ？どんなんだっけ？ここわかんないんだよ、ここが。じゃあ、ちょっと、わかんない。なんだっけ？どんなんだ？待って、わかんない感じだ。寿司か。どんなんだっけ？ビー。やめよう。ちょっと待って、わかんなくなっちゃった。無理。うん、よかったもん、448人。はちすけくまさん。はちすけくまさん、今月もありがとうございます。ありがとう。ありがとう。よいしょ。先月超えた。ありがとうございます。忘れるから、え、ちょ、Aメロさん、ここの歌さ、私歌ったことないんだよね。わかんない。え、わかんない。もう覚えてない。の後からわかるけど、なんか、わかんなくなった、聞いてたら。知ったな。聞いたらわかるけど。あの、歌ってるやつをね。うん、わかんない。違うのにしよう。二度目の方ありがとう。こんばんは。でもが事故ってる間に最後に。なんかごめん。ちょっと、わからなかった。おばあちゃんフルパワーでやだよ。違うのにしようよ。エミさん、日本の女性か。それは知ってるんだけどさ、エミさん、呼び方がわかんなかった。名前の呼び方。ちょいちょいましそびとか。あれ。アーティスト名は自分の長年の愛称であるエメに由来し、フランス語で愛する子供を意味するとし。むずいね。夜間警備できないよ。600人、夜間警備は。夏物の方ありがとう、こんばんは。当たりになると4、7? Maybe。雫公園で行くの今日。雫公園ではそんな歌える曲ないぞ。初見です。犬だ。犬だ。まあ、しゃあない。30代は絵も読めない。年齢上がってない、私の年齢。21なんだけどな。こんばんは、どうも。アライグって歌えないんだっけ？なんだっけ？どれだ？あれ？あれ？光と影歌えるかな？歌ったことないな、カラオケで。あれ？ケギになってた。ケギ。歌えるかな？歌えるかな？あ、頭の方に、ダメの方にやと。ダイモトで10クロ？いや、10クロは無理よ。いや、わかんないよ、10クロ。わかんない。歌えない。コペルさん、ファンレベル20。ありがとうございます。ありがとう。初見です。漢字が違ったらいいと思ってるな。ボカロ曲？
あんま聞かないなぁ、ボカロック。歌わなくていいから、楽しい回流して。いけるかなぁ。光好き？光とかがない。全然違う。漢字、漢字中。漢字違いぜよ。ダメだからなぁ。だから、ダメ元？朝から10回無理よ。こんばんは、だもん。カツカレーお願い？カツカレーお願い？どういうこと？カツカレーお願い？と光と影。うん。確かにこれ低いよね、ちょっと。出るかな？低い。ビメロ。歌えそうな曲を探す配信とか、配信集があって多いと思う。確かに。そうそうそう。初見ライブ。初見で。あいよ。ノリいいな。カツカレー用意してくれって。いいよ。一回言っただけね。急に静かになっちゃった。引くよね。出るかな。あ、やばい。ちょっと待って、威力がなかった。どっから始まるのこれ。ちょっと待って。どこだっけ。どこだ。エメロめっちゃ、だよね。僕たちは、あと何回、夢を見ら、だよ、あと何週、生まれるのだろう。ああ、何も伝える、今見える景色だけが、すべてじゃない。うりなんだっけ。それあ途中で置かなきゃちゃダメだな。なら光はそこにある、その手伸ばせ届くまで。もうやめよう、これ無理だ。無理だな、歌えないよこれ。歌えるほど無理。カラオケで歌うの無理だ。以上。ジュックローネとパン。え、ジュックロー、わかんない。ちょっとやったことないから、ジュックローの方がわかんないよ。入れても。わかんない。マロカユキさん、ファンレベル15。ありがとうございます。ありがとう。静岡公園ちょっとね、いけるの。無理だ。無理よ。歌えないよ。違うのにしよう。歌えないこれ。うん。何のことを一番愛してるって言った。歌えないあれ。わかんない、歌えるほど。二度目の方ありがとう。こんばんは。なんかこんばんは。こんばんは。こんばんは。なんかこんばんは。なんかって言われる。そんなことじゃ、大いき魔人になれない。大いき魔人。なんだそれ。なんだそれ。なと思ってないのよ。そんな魔人に。ハスラムにする？一回ハスラム、ハスラム。頑張ったね。優しいな。ちょっとじゃあ、ねしー。口直しに頭か。終わったときは一刻。確かに。とりあえずファストラブにしよう。二度目の方ありがとう。こんばんは。ファーストマブ。最初の友達みたいな。マブ。なんだそれ。
し。初めて出会って懐かしい気がした。あなたを前から知ってるみたいに。恋の入り口ドアが開いて風に運ばれる。生まれた日からずっと待ち続けてた奇跡。歌忘れた。憧れてこの胸のどこか切なかった。生まれた日からずっとずっと夢を見ていた未来。感情はいつだって今までの記憶。忘れてた存在。あつもの方、二度目の方、ありがとう。こんばんは。目と目が合ったら新しい世界へ。知らない街角旅するみたいに。時が止まる未来も今も好きになる。これから先もきっと変わることなく続く。キュンとして恋焦がれ永遠の意味を知るのでしょう。これから先もきっと忘れられない事件。初めてはいつだってドキドキの目次。 It's a first love。 あつもの方、ありがとう。こんばんは。いい曲知ってる。あれ、これお披露目の時の曲なんです。私お披露目。生まれた日からずっと待ち続けてた奇跡。ときめいて憧れてこの胸のどこか切なかった。生まれた日からずっとずっと夢を見ていた未来。感情はいつだって今までの記憶。これから先もきっと変わることなく続く。キュンとして恋焦がれ永遠の意味を知るのでしょう。これから先もきっと忘れられない事件。初めてはいつだってドキドキの目次。ファーストラブを一番歌ってる歌森さん。嘘、私なのかな。そうなの。あ、ショールームでは、そうかも。ショールームでは。あ、グランツさん、ハートのハートのやつのタワーなんだっけそれ。ハートの誓いだっけな、なんだっけな。ありがとうございました。グランツさん、待って。それ。なんだっけ、それ。ハートのやつ。ハートのやつ、なんだっけ。ハートの誓いね。ハートの誓いタワー、ありがとうございます。ありがとう。ハートの誓い。ありがとうございます。ありがとう。
二度目の方ありがとう。どこやっけ、ファンレベル。ゆうちゃんさん、ファンレベル12、ありがとうございます。ありがとう。頭の中で二度目の方もありがとう。ハートのやつとは。適当だ。ハートの誓いね。6月29。ブランツさん。ハート違い。何ハート違い。ハートの誓い。感じ。こうか。合ってる。よいしょ。ハートの違い。似てるけど。近いよ、近い。このシリーズのギフト可愛いよね。ハートの誓い。なんか、ジューンブライドのやつ。可愛い。どうしようかな。ハート。ハートの誓い。ハート書いたかか。ハートの誓いだから。手にペンついちゃった。こんばんは、とも。よいしょ。グランツさん、ハートの誓いとも、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ハートの誓い。ありがとう。よいしょ。ありがとうございます。ハートの誓いとも。ありがとう。あ、ピント。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。よいしょ。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。こんばんは、どうも。初音の方、ありがとう。ネッシー首を大事に。あ、後ろのネッシー？これ？なんか、こう向いて、斜め向いてるんだよね。これがさ、顔正面じゃん。なんでだろうな。斜め向いちゃうんだよ。でもね、この後ろのこの縫い方的にそうなっちゃうんだよ。縫い方的に。仕方ない。全部、同じ方向にちょっと曲がってるもん。全部。こっち。左？こう見たら。左に曲がってる、全部。よいしょ。こんばんは、どうも。ごめんなさい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。使わないならそのヨガマット生きとる？いや、使うよ。ダメですよ。あともの方、ありがとう。こんばんは。6月も明日で終わりだよ。早いね。ちょま。あきりこさんファンレベル20。ありがとうございます。ありがとう。タムがねじ曲げ、ねじ曲げてない。そんなにしてませんから。初音の方ありがとう。パートの誓い？何パートの誓いって。ハートよ、ハート。ラプラス？あ、ちょっと似てるけど、違う。ネッシーよ、これ。ネッシーです。ポケモンじゃない。ラプラスってポケモンだよね、確か。ヨガマットくれるのあげるわけないでしょ。あつもの方ありがとう。メガネッシーはないのかな。メガネッシー、でかいネッシー、これ、これが一番でかい。今、グッズで出てるネッシーで一番でかいやつ。もっと大きいの出るかな。もっと大きいのだったらもう。かなり大きい感じ。これもまあまあ大きいからな、このネッシー。結構大きい。こう見たらさっきのやつが背中に乗るぐらい、だいぶ違う大きさ。ああこういう大きさ、こう見たら全然違う。だいぶ大きいです。こっち
デカニッシでかい。こっちはこっちのチャク、なんかネシチャクがあって、エペに出てくるやつも全部チャックがついてるんだけど、よいしょよいしょ。なんかエペのこうマークがついてる。うん、エペのマーク。やっぱりゲーム配信、やめてないよ。やってますよ私。今日もこの後やりますよ、ツイッチ。YouTube ではやってない。ツイッチでやってる。YouTube は、その、ツイッチのアーカイブを載せてます。こんばんは、どうも。どうやって首ねじってる？え、ねじってないよ。ねじってないわ。ねじってないよ。ヨガマットか枕か悩ましいよね。いや、どっちもあげないですけど。あげない。ラプラスダークネス。ラップさんは？かわいいよね。かわいい。VTuber の方ですね。ラプラスダークネス。ラップ様。ホロライブっていうところ。フーティー選択してるよ。知ってる。いつもの方、二度目の方、ありがとう。こんばんは。こんばんは。ラプラスの箱といえばガンダムユニコーン。ラプラスの箱って何？ガンダムに出てくるの？こんばんは。以前にしても半分こ、いや、あげないですけど。試験バッジ何個で、おまからに応募。試験バッジ何個、何個でも無理よ。こんばんは。ニャティアもまろ、まぼおろし？ニャティアも今度着るよ。着るよ。こんばんは、どうも。よいしょ。何歌おうかな。何がいいと思う？何にしよう。よいしょ。コスプレしてゲーム配信はしてないです。そういうジャンルじゃない私は。こんばんは、どうも。何のための初見バッジなんだ。それは初見バッジじゃないんだよ。あ、この正体が何だったか忘れました。ガンダム見てないからわかんないな私は。七国にする？七国？あと2曲ぐらいかな、歌うの。これ歌って、いつもの曲。歌って、かな。2曲ぐらいですかね。三つ編み、あ、三つ編みしてゲーム配信してた前にね。三つ編みしたとき。なんか、本当に気分でやっただけだけど。あ、つもの方ありがとう、こんばんは。星ば、飛行？わかんないのよ、それ。聞いたことない。何でしょう。何のために試験バッジを入手したのか？初見じゃないのよ。シュートサイン歌った時から来てるし、シュートサイン歌った時来ない気がする。わかんないもん。可愛くごめん。可愛くてごめん。ファーサータワーには確かに歌って。なかったね、最近。歌える？ファンサー。高いね、あれ。いけるかな。じゃあ、これ、ファンサーにするか。出ないけど。出るかな、これ。こんばんは。ファンサーにしよう。かんない、ひまわりの約束。ひまわりの約束がちょっと、あ、わかんない。反抗予告、反抗予告？わかんないや、それ。受験バッジに優しくしてたら、受験バッジじゃないじゃん。いいじゃん。いいじゃん。反省にそれを、ちょ、歌えるかわかんないけど。あ、これすぐ始まるっすね。好きになって、もっと、私を見て、もっと、恩返しは愛のこもった嘆きすで
のせいじゃない。目は合ってるよ。ハート作って恋しちゃってください。やれること何でもします。NG なしで体当たり挑戦。エガサで見つけたアンチの米、ふざけうな誰よりわかってるし、でも大丈夫、ここに立てば、あ、そこいる。好きになって、もっと私を見て、もっと恩返しは、愛のこもった投げキスで、虜にする、もっと夢を見せる、もっと楽しい。愛のこもったスペシャルナイト、ファンサしちゃうぞ。曲があんまり聞こえてない。でもこれマックスなんだよ。これ以上上げれない。デスクトップ上げるしかないんだよね。そうすると設定がめんどくさいっていう。あとで。何度も呼んで宝物にします。スキャンダルまだ早いけど裏切りません。宣言しときます。嫉妬嫌がらせには負けない。ふざけんな実力で勝ってやる。だからやめない。やめない。拳上げてもっと汗をかいてもっと恩返し、愛のこもった大歓声、もっとまだまだね、もっと受け止めてね、愛のこもったわがままソング、ファンサしちゃうぞ。はあ、終わりが寂しいね、楽しいのに泣きそうだよ。次もまた会えるよね。約束。約束。こんばんは、とも。優しさに溢れている言葉も、心ない誰かの言葉さえも、必要なんだ、必要なんだ、強くなろう。好きに叫べ。高いな。忘れないで、特別な日になりますように。共に歌おう、ずっと共に歩もう、ずっと合言葉はとびっきりの LOVE。 好きになって、もっと私を見て、もっと恩返しは愛のこもった投げキスで、虜にする、もっと夢を見せる、もっと楽しんでて、愛のこもったスペシャルナイト、ファンサしちゃうぞ。なんか2度目の方ありがとう、こんばんは。いつもの方ありがとう。二度目の方もありがとうございます。うん、フォローもありがとう。ありがとうございます。寝起きには気づけ、寝起きじゃないのよ。全然ずっと起きてんのよ。違う、これ高すぎて出ない、これ、この曲。きつい。いつもの方ありがとう。二個ぐらい下げたい、ユキ。パソコン調整できないんだもん。ファンミはいつにしますか？ファンミ？ファンミ。いつか。朝歌ってくれてありがとう。こちらこそ。あいつね。タオビーム。久しぶりに歌った。これもかわいい。ありがとう。こんばんは、あいつも。また無理して喉痛めない。気をつけるわ。痛めない。パチパチありがとうね。ありがとうございます。キー下げる機能はスマホだったらあるの。
スマホだったら、キー下げるのとリバーブがついてて、パソコンないんだよね。え、パソコン自体で下げれないよね。流れてる曲のキー下げるなんて、だったらさ、私の声も下がるよね。できたらもし。できないよね。パソコンはないんですよ。スマホは、いける。喉大丈夫って。まだ大丈夫。いつか待ってます。その5日じゃないの。違うんですよ。こんばんは、どもん。こんばんは、やほー。ワンビームはセカンスク本当に使えてる何ですかその絵文字は。何ですか何よ。こんばんは、とも。こんばんは、とも。とも、そのアカウント久しぶりじゃないとも。いつかにファミしないんですよ。初見です。初見じゃないよ。違います。覚えてんだからな、名前。はい、ありがとう。ね。二度目の方もありがとう。こんばんは。何をその絵文字は、何ですか？タムビームのポーズ、タムビームのポーズって何？どんなポーズよ。何ですか、それは。なんだ、それ。なんだそりゃ。よいしょ。よいしょ。よいしょ、よいしょ。推しの子のポーズ。推しの子のポーズって何？推しの子？推しの子のポーズ？なになに、どんなやつ。タムタムハウケタ。タムタムハ。カメ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 じゃない。カメハメハみたいな。タムタムハ。なんだよそれ。なんだそれ。グランツさんの。それがタムビーム。どんな顔してんの。その顔文字。どんな顔してんだよ。こんばんは、どうも。どうも、やっほー。こんばんは。お疲れ様、お疲れ様。ヨガちゃんが一番可愛いと思うポーズ。一番可愛いと思うポーズ、なんだろうな。私、ポーズのレパートリー、めっちゃ少ないからな。むず、むず。何かポーズして、てくれる流れですか。しないです。しないです。白い向いてるから無理だよ。白い向けない。嫌だよ。おまわんだもん。ポーズしない。タムポーズください。タムポーズって何ですか。何？どんなポーズですかそれは。どんなやつよ。タムポーズ。通称タイムはよ。スクショタイム今日いるって感じするやん。こんばんは、しけんさん、コメントありがとう。タムポーズ作ろう。どんなポーズ。お腹タムタムポーズください。どんなポーズよ。それ、土地の方が。初見バッチあげます。どういうこと。誰にあげるんですか。私にくれるの。何初見バッチあげます。あずもの方ありがとう。初見さんがすごい。ハート。かまわ。プロポーズしていい流れですか？どんな流れ？どんな流れですか？まつげキュルキュルだからポーズはよ。どういうこと？タムポーズ作りたい。タムポーズ、どんなポーズよ。あげる、私にバチを。どうやってあげるんだよ。あ、そもの方ありがとう。こんばんは。結婚してください。なんでそれ。こんばんは、どうも。どうも。ハート紛れてないよ、初見さんに。ごめんなさい。
プロポーズタイム。どんなタイムだよ。お前も初見奪っちゃいる。なんでみんなくれんのよ。初見じゃないけど。あげるねって何よ。なんだそれ。ずっとケケケケって言ってるから。なんかグランツさんのやつ違うハートだ。違うやつ来た。結婚してきた。フロマンさんの。ちょっと待った。ちょっと待った。ケチ、何がよ。何がケチなの。初見ばっちゃん何個揃うとステラになりますか。何個、初見。何個だろうな。結婚して。エビスターさんもあいつね。何個だろう。いや、個数わかんないや。ポイントだから。現場地10枚集めたら多分のサインペンなの。10枚集まることないよ。1回の、え？なんていう？ 1 回の期間で1枚しか持ってないんだから。初音の方、2度目の方、ありがとう、こんばんは。お疲れ様です、お疲れ様。こんばんは、どうも。どうも。7つ集めたら3つ願うと叶わないのよ。ドラゴンボールじゃないんだよ、それ。バッチ7個集めても、いつ願うと叶わないのよ。いつからドラゴンボールになったんだよ。こんばんは、どうも。こんばんは。たっぷん、そろそろ歌おうかな、最後の歌。キャンバッチ集めてるんだね。何そのハートさっきから。集めてないよ。こんばんは、たま。こんばんは。いつもの歌歌うかな、そろそろ。最後の歌。こんばんは。タムタム派からずっとドラゴンボールの流れだと。一人だけなのよ、ずっとドラゴンボールの流れになってるの。一人でずっとドラゴンボールの流れになってる。どうかな、水飲もう、その前に。タム？なに？なに？よいしょ、最後の曲、入れた。よし。ついとおけると、アローゾーンとは、キンキン禁止と、明らかもんて、反則異次元、こんなのもんではないです。無理ゲー、それ来てないで、ライバル口を揃えて、ライバル口を揃えて、まぐれ、まぐれ、ビルメン設定、マジで、これも全部のみで。いつだみ、いつだみ、やいやいやいや、ブリンバンバン、ブリンバンバンボン、ブリンバンバン、ブリンバンバンボン、実力を発揮しきる前に、相手のがパックれてくらしい、アーカーキーハートルベリーハッピー、明らかにダンツピカイチ、アイカンストッピーしてる毎日。タランナのヒーカリーもいらないもの、アイスより愛し、俺パッと見できないことばっかりだけど、ベリーハッピー、呆れてる呆れてる周り、恵まれてる家族友達、もう反則的だち、地味な俺に任せとけばいい、教科書いないもん、大衆いない、ちょっぱっと頼ましない、鏡よ鏡答えちゃって。波のままギャルどこまで無心気ブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンバンブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンバンブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンバンブリ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 ンバンバンもない前科もない余裕でこの存在自体が文化財な脳みそ
高級車はカール、免許はない愛車。全国くじフランス一品、このベロがプリンプリン。バイトならまた、関西なまり、波のこったま。音楽幸運処理の女神小山さん、またまんま。漫画みたいなカラとまんまで流行ってしまってる漫画。圧倒的力、この頭と口かな。この体、だとは入ってない。この面に傷もついてない。繰り返し明かしていくため短い。かすに年輪を刻むシーンは、プリンバンバンプリンバンバンプリンバンバンバン。俺のまでプリンしてパンしてパンするために日本してきた日本。鏡よ鏡答えちゃって Oh yeah ななみのまま蹴るとこまで To the H power なしげぶんばんばんぷりんばんばんぷりんばんばんぼんぷりんばんばんぷりんばんばんぷりんばんばんぼんぷりんばんばんぷりんばんばんぷりんばんばんぼん To the H powerで俺の目でいるだけでちょくえいで誰も口挟めないえいで俺の目でいるだけでちょくえいで誰も口挟ませないありがとうありがとうございましたよありがとう発音部の方2度目の方ありがとうこんばんはみんな感謝するもういいね。早い。2時間ちょ。パチパチありがとうね。ありがとうございます。今夜泊まろう。めちゃくちゃいい感じ。と。やった。嬉しい。こんばんは、とも。とも絶賛進化中。優しいね。ありがとうございます。よいしょ。まばたき10回以下だった。え、数えてた？まばたきそう、だから集中したらまばたきしなくなっちゃうからめちゃくちゃ乾燥するんだよな、その後よくない、ゲーム中とかも戦ってる時全然まばたきしないからさ目がドライアイになっちゃうあ、もうすごいボサボサなんか抜け気づいたらいつもボサボサになっちゃうこんばんはドライヤーだからネクタイ買わなきゃなそろそろまんま入っちゃうもうさ見えるかなおこんだけしかリップついてる隠しとこいるかもうほんのちょっとしか入ってないああバイクかやっとかなきゃ新しい目がするキラこんばんはキラキラどうぞありがとうありがとうございますありがとうなんかクマが傾いてるクマあそんなことないいつも通りですカメラいい感じよかったんほんと入ってない全然入ってないあと2、3滴ぐらいかな思ってないかあ買わなきゃな目が乾燥する。目が乾燥する。新しいの買います。ドライヤーのやつ。よいしょ。じゃあ、そろそろランキングもかな。13位からランキングもますね。よいしょ。13位。13位、中身さん、ありがとうございます。12位、ウェイロンさん、ありがとうございます。11位、月のしずくさん、ありがとうございます。10位、まぼろしさん、ありがとうございます。9位、スペースランナウェイさん、ありがとうございます。8位、まさとさん、ありがとうございます。7位、7位、バトニーさん、ありがとうございます。6位、キョンシーさん、ありがとうございます。次、5位、ティーさん、ありがとうございます。4位、フロマンさん、ありがとうございます。3位、ベビースターさん、ありがとうございます。次、2位、ヤースさん、ありがとうございます。そして1位がグランツさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございました。
ありがとうね。ありがとうございました。ありがとう。ショールームありがとうございました。初オムの方、二度目の方もありがとう。ありがとう。ありがとう。この後は10時半ぐらいから、ツイッチする予定です。今日はエペ。今日もか。今日もエペします。9。8打つのよ。8。パチパチなの。9じゃちょっと、意味わかんないのよ。明日の配信はお昼すると思う。ちょっと今日忘れてた。松葉よくしてんのにさ。配信しようと思ってた、お昼に。スイッチエペします。エペエペ。明日お昼やって、夜もやって。スイッチもできそうだったら、そういうつもりです。二度目の方ありがとう、こんばんは。松葉橋無理よ。どうやって見えないから目つぶってないといけないから、松葉してるとき。配信できない。画面がさ、見れない。どうやって配信すんの。エペイコール、夜間警備イコールじゃないのよ。夜間警備はしないですよ、今日。朝配信で見れる。朝寝てますよ。バロは今度練習してからやろうと思って。で、まだ練習してない。一応この後するので、よかったら見に来てください。10時半ぐらいからやります。スイッチの URL、プロフィールのとこに貼ってて、あと X にも共有でツイートするんで、飛んで見に来てください。あつもの方ありがとう、こんばんは。松葉は自分でやらないよ。お店の一人やったら、できないです。ちょっとお店の人にやってもらった方が絶対、だって目閉じてやるからさ、絶対にお店の人にやってもらった方が綺麗になるよ。また、ツイッチ来てくれる方、また後で、ツイッチで。それ以外の方はまた明日、お昼配信すると思う。神子。すごい跳ねてんな。外に。ここに、あれ？どこにあるかわかんないや。こうか。跳ねてる、ここ。まあ、いいか。じゃあまた、後で。また後で、ツイッチの方で。そろそろ終わろうかな。二度目の方。ありがとうございます。そろそろ終わろうかな。で、今日もショールもありがとうございました。また後で、ツイッチで。またね、ありがとうございました。またね、バイバーイ。